第一次世界大戦異例非常機機関車キンバリーは南アフリカ共和国北ケープ州にある都市で同州の州都である南アフリカ共和国西部のオレンジ側中流地点に位置した内陸都市南アフリカのゴールドラッシュ時に栄えダイヤモンド鉱山になったビッグホールではかつてのゴールドラッシュの時代の風景が残されている現在に至って経済は発達している かつては、オレンジ自由国領であったが、1867年、この地で、ダイヤモンドが発見されると、イギリスが、侵攻、1871年にこの地を、ケープ植民地に編入した。キンバリーの地名は、イギリスの植民地大臣であった初代キンバリー伯爵、ジョンウッドハウスにちなむ。1867年に発見された。 世界最大のダイヤモンド鉱山によって街ができた。現在でもダイヤモンド採掘の中心地である。2000年にダイヤモンドの紛争地での不正取引、いわゆるコンフリクトダイヤモンド問題を解決するため、各国の関係者を集めて会合を行うための団体が設けられた。現在アフリカ諸国を中心とした40余りの国々が参加している。 ブルートレインの発着駅であるキンバリー駅のほか、国内線専用のキンバリー空港があり、ケープタウンやヨハネスブルッグと結ばれている。観光地でもあるキンバリーは、観光客がウィントフックやケープタウンからブルームフォンテーンへ行くときの中継地として利用されることも多く、宿泊施設も存在する。キンバリークライメートノーマルズ1961-1990 ナショナルオーシャニックアトモスフェリックアドミニストレーション2013年11月29日閲覧クライメートデータ4キンバリーサウスアフリカンウェザーサービス2010年3月7日閲覧ありがとうございます